全日本ベテランテニス目指してますが、単発ではたくさん動けますが、なかなか疲れが取れません。竹内さんと同じ年ですが、うまい疲労回復方法はありますか？だって。うん。まあ、ちょっとわかんないですね。どれぐらいの体力のある方なのか、筋力がどれぐらいの方なのか、あとどんな動きをする方なのか、その疲れが何なのか、慢性疲労なのか、その試合をした後の突発的な疲労なのかによっても全く違うので、うん、そうですね。あとベースの体力がどれぐらいあるのかもわかんないので、うまい疲労回復方法と言われてもちょっとピンポイントの答えはできないとは思いますけど、まあとにかく人間の体はそのまあなんて言ったら代謝をして自分の機能を取り戻していくものなので、まあたくさん食べる、そしてまあ血液をたくさん循環させる、そのサイクルをなるべく、はい、多く行うことと、あと休息ですね、睡眠を伴う休息によって、疲労は取れていくんですけど、その休息の時の、まあ、クオリティ、脳が休まってて、きちんと成長ホルモンが出やすい状態にしてあげる、クオリティを高めてあげる必要があるんですけど、多分素人さんだと全くわかんない、この質問されるレベルだとわかんないと思うんで、なんでしょうね。まあ、リラックスすることです。脳が、ああ、心地いいなとか、ああ、今、すごく安らかだなとか、なんかそういうことを感じるってことは、体が休まっていて脳も休まってるっていう証拠なので、そういう時間をまず長く過ごすっていうことですね。疲労を取るときには頭の中には答えが全部詰まってますから、疲労回復できてるときっていうのは、ああ休んでて気持ちいいな、休めてるなって思うし、疲れてる時にはそれがうまく消費できない時、疲れてるのに何か作業しなきゃいけない、仕事しなきゃいけないとかなってる時には、疲れた、全然疲れ抜けないなって感じるので、だからとにかく自分の脳に働きかけて、今癒されているのか疲れているのかっていうのをはっきり教えてくれると思うんで、その教えてもらいながら、正しい自分の体のダメージに見合った栄養素を摂取するっていうことを心がけたらいいんじゃないですか。